はい、今日もですね、動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、あの目がね、疲れた時のこう対処法ということで、あのこう今日はね、お伝えしていきたいと思うんですけど、目が疲れた時にね、ちょっとこう、まあ目をね、休めるってことで、一つがですね、手をこう温めますよね。ちょっとこう手を温めて、でこのまんま手をですね、あのお椀にして目をにちょっとこう当ててみてください。で息止めないようにね、こうしてみますよ。でこういうのはね、ちょっとこうやるっていうのはまず一つと、とあとは一つはですね、目をねこう鍛えるってことをね、ちょっとこうしてほしいんです。で何をやるかっていうと、まずね、目をね、あの首を動かさずに目だけこう右にしたり左にしたり、目だけ右にしたりこう左にしたり、でコツとしては、あの目をね左右に動かした時に首は動かさないで、なるべく一番端までね、こう右左見てみます。はい、で今度は逆にこう、逆っていうかね、上下にこう動かしてみる。はい、で一番重要なのはですね、こう斜めって結構きついんですよ。左斜めから見て、で元に戻して、真ん中に戻したら右斜めというか、こうですね、こういう感じで見て、で今度は右斜め上から左斜め下っていう形で、はい、でこうちょっとやってみます。で終わったらね、またこう温めてもらって、目をつぶってね、少しこう目に当ててみてください。はい、で体で息止めないようにリラックスしながら、ちょっとやった、何回かやった後にこう手をね、今みたいに上下左右、斜め線ということで、ちょっとやった後にこうしてもらって、目をねちょっとこう温めるということをやってみてください。ちょっとね、だいぶちょっとこうずっと見てたのがちょっときつく、楽になったりね、こうしますんでね、ちょっとやってもらえればいいと思います。で今度はですね、鼻に手を当ててまで、こう少しこの指先をね、見るようにして、こう視点をね、こう爪の先を見るような感じでこうしてみてください。はい、でこういうのをね、こうちょっとこうしています。で遠く見たり近く見たりでもいいですし、もし指がねちょっとこうきついなっていうんだったら、遠くの風景を見て、鼻を見て、鼻の先を見て、遠くの風景を見て鼻先を見るっていうのをちょっとやってもらうと、元気のね、この、鍛える、目を鍛えることになりますんで、よかったらね、やってみていただければと思います。はい。今日もありがとうございます。